お、パンチャラさん1コマです。すげえ。やほほー、やほほー、寝てた。こらほーい、よっこらしょー。やほー、もときちゃん、くりちゃん、やっほー。お、母さんギフトありがとうございます。おひさおー、まみみんちゃんだ。おかえりなさいませ。よし、できた。パンダさん、 Thank you。 ちょっともうなんかワンコメワンコメワンコメでいい。よほー、 VR VR した。やほやほめっちゃかわいい服やったぜ。こんばんは。これ私服だよ、もちろん。もちろん人の服持って帰らないよ。イエーイ。やったんこぶ。マリナの配信見てたら会えちゃうんだよ。見逃すとかって危ねえ危ねえ。アイマスクじわじわきた、じわるやろ。じわるでーす。やっほー、かわいい。久しぶり、いつものいつものコンティは。こんばんは、タイガーマスクさん、バラありがとうございます。ありがとうございます。じわるでー、やほほい。まあ今日はですね、面白かったね。今日はそう、今日はまだまあまだ内緒なんですけども、そうスタジオでね、お仕事だったんじゃー、ピース。スタジオでそう、あの約束を果たしました。イエーイ。楽しすぎたんごー。楽しみなやつです、ヨロピくん。リボめっちゃ似合う。このリボはそう。すごい、あれでかい、でかリボン。これはね、いつも何、握手会でつけようか迷って、そうつけようか迷って持ってくんですけど、結局つけないっていうリボンです。そういつもこのリボンつけようかなと思ってね、握手会場には持ってくんですけど、あ、やっぱやめようと思って。そう、自分でつけれないんだよねこれ。自分でつけるのが難しい。アリワン、アリワン、リボボボボン、いいようにあった。ほんまに。水色のドレスじゃないよこれ。全然ただのトップスですよ。ただのこんだけ短いこれに、ででん。黒のシャロペット、黒のシャロペット着てます。イエーイ。デカリボンをそろする。いいや。チュ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 。こんばんは。リボンつけよう。なんだろう。みんなつけてよ。おそろっちだ。これベージュも持ってるからね。そう、ベージュでもいいよ。かわいいね。ピース。これはメイクさんにつけてもらったよ。髪の毛もいい感じ。髪の毛もいい感じだよ。じゃじゃん。こんなにうまく巻けてるってことは自分ではやってないなって感じだよね。ドレスヘル、嘘。そんな可愛い。めっちゃ褒めてくれるやないか。うれぴー。これは、ザラです。ザラで買いました。ザラです。ゆるふわ巻き髪ですね。そう、
上手。メイクタン上手。こんな上手に負けるわけなかろうがわいが。アリサは巻いても巻いても、うっ巻いたって感じ。ストレート、ストレートか外跳ねぐらいしかできん。おお、なんだこりゃ。サイモンさんめっちゃ可愛い、ありがとう。ネックレス、あ、これチョーカーです。チョーカーとネックレスって何が違うやろね。ネックレスってこんぐらい、こんぐらい長かったらネックレスっていうかな。チョーカーは十字架とバラがついてます。シンジパール、パールもついてます。イエーイ、ヤッホーン。握手会でうまく負けたことはないよ。握手会ストレートでやったことない。そう、いつも巻こう巻こう、巻くの練習しようと思って巻くんですけど、全然そんな負けたことはねえ。チョーカーかネックレスかわからん、中間ぐらい。シンシンマルさん、ハートありがとう。しかも聞いてください、このタブレットで配信をいつもみたいにやろうと思ったら充電が 0%。 嘘やろ、そんなことある。朝だって充電あったもん。なんで、なんでこんなことなったんやろ、さっぱりわからん。そうだからスマホで配信してるから超画面がちっちゃい、ギュンって感じ。つけっぱなししてたから。嘘じゃ、朝 80% ぐらいあったのに今つけたら 0% でようやく 1% 増えた。ようやく 1%、 びっくりしたよ。ビビったビビった。お、クリムゾンスマッシュさん、ハートありがとう。充電 0%。 そう、電源をつけてもさ、画面が開かんけ壊れたんかと思ったら、ただ充電がなかった。お、つたちゃんもだるまありがとう、びっくらポンパンポン。今日はあれですね、今日は課外活動公演が行われておりまして、明日アリサも神戸に行きます。ショールームアプリ止めたつもりが裏でめちゃくちゃバッテリー使ってたけど、マジ？もっくんハートありがとう。あれ、まさかショールームポンって終わってヒュンってやって、よくあるじゃん、このホームボタンを2回押したらこう出てくるやつをショーンショーンって消さんかったけかな、そういうこと？だけ裏で起動しとったってことか。やはい、サイアンドアク最悪。そういうことか。明日行くぜ。おお。ほほ。ショーンって消さないとダメだけど、ショーンって消さんといけなか。なるほど。やっちまったな。ドゥルルルンルルルン。最悪。最悪。全国ツアー当たるかね。当てて当てて、みんなしょげなしょげな。シュンってやつ、シュシュシュン、ダブルダブルクリックしてシュンって消すやつよ。そう、プレゼント紹介します。持って帰っております。ダダーン、これで全部のプレゼントを持って帰りました。アンジービーの袋に入ってる、かわいい、かわいすぎやろ。アンジービーのお洋服くれたから紙袋もあるんかな、かわいすぎやろ。でででん、では紹介してまいります。ダナンダナナン、ほい。あ、まず一番最初はこちらです。でででん、 STU48 瀬戸内レモンカレーとなっております。ふぅー、イエイエイ。こちらはスマイスマイスマイじゃない、スパイシーな
トマトベースのカレーソースに瀬戸内レモンの酸味がアクセントのすっきりとしたカレーとなっております。イエーイ。まだ食べてはないですけど、こちら商品が発売になりますので、皆様ぜひそう、シティホテイトと瀬戸内レモンのカレーがコラボしたんですけど、そう、コラボしたってことはメンバーの写真が載っとるかと思うやん。アリサの写真が載っとるかと思いきや、ドドドン、船船っていうね。なんでやねん。しかもイラストっていう船な。本物の写真じゃなくてイラストっていうね。船かーいって感じですが、まあ気になった方はぜひ。アリサも食べてみるね。味はわからん。美味しいかどうかちょっと食べてみます。船かーいって感じ。あ、メロンだ。おたおめです。イエイエイ。これはあれです、あのスタッフさんがそう、みんなのプレゼントに忍ばせたやつです。さすがに食べ物は届きません。カナピー、ふう。続いてこっからはプレゼントです。じゃじゃん、こちらはなんだ、だだだーん、キズナックさん、キズナックさんだ。ありがとう。おー、かわいい、スマイルのメッセージカードだ。キズナックさん、いつもありがとう。宣伝用だね。そう、ちゃんと宣伝してねみたいな感じ入ってるよ。キズナックさん、あ、ももかちゃんのお手紙も入ってる。ありがとう、ももかちゃん。ブブブン、スヌーピーの充電器の先っちょに刺すやつ、イエーイ。これすげー、これなんかいいよね、かわいいよね。欲しいなって思ってました。スヌーピーだ、キャワキャワー。スヌーピーの充電器の先っちょに刺すやつ、キャワキャワー。おきゃわなんだこりゃわ。プレゼント持って帰らないメンバーいたら。なんじゃアリサはちゃんと持って帰るやん。プレゼントだと思って、これは何かと言いますと、あれ、これ何だったかな、ちょっと待ってよ。はっ、え、何これ、これは見てないわ。マリカしてるって。マリカ、あれ、ちょっとマリナが言った、そう、マリオカート入れたよ、あの携帯アプリに入ってるやつ。スヌーピー、すごい、じゃじゃーん。これは何じゃ、バッカーン、反応がすごい素晴らしいでしょ。コップだ、かわいい。スヌーピーってかわいいよね。スヌーピーってなんでこんなかわいい、じゃじゃーん、スヌーピーのマグカップがこんなすごいかわいい木に入ってた。いい女って感じ。ドゥドゥドゥーン、すギョーい、かわいい、めっちゃかわいくないこれ。オルゴールかと思った。一瞬、じゃじゃーん、かわいすぎやろ。え、絶対高そう、やばいね。これとこれ、スヌーピーが好きなのかな。スヌーピーありがとう、イエーイ、めちゃ嬉しい、やば、絶対高いわこりゃ。よし、あ、この中に入れておとこう。この中に入れましょう。次、よっからしょ、ディズニー。これ夢の国のグッズですね。ドゥルンドゥンドゥルン、おお、クリアファイル、ドナルドダックって言うんでしたっけこの人。裏は封筒型になってるよ。へえ、すげえ、ドナルドダックのクリアファイル。あ、やべ、
こらしょ、クリアファイル、そしてこれメモ帳、ベベベン、メモ帳4種類、すごい、めちゃかわいい。わあ、スバラピーこれはね、ケンさん、ケンタロウ、ケンタロウくん、これもメモ帳だ、ストッティ、ストッティと、これめっちゃかわいい、やば、かわいすぎやろ。てってでーん、てっ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 てけてーん、アリサの大好きダッフィーとシェリーメイちゃんのタオル、わーかわいい、ダッフィーちゃんとシェリーメイちゃん推しです、めっちゃかわいい。でででで、そしてこれはスケジュール帳だ、ベベーン、ダッフィーのスケジュール帳、マジかわマジキャワじゃない、ダッフィー推し、ダッフィー&シェリーメイちゃん推し、かわいい、めたかわいい、ありがとうダッフィーとミッフィー仲間じゃないやろ、知らん。2020年、それな来年だ、使える使える、スケジュール帳なんて持ち歩かないからね、そんなキャリアウーマンじゃないから、これをきっかけに持ち歩こうスケジュール帳なんてね、持ってるけどね、そんな使わないんだよねこれをきっかけに、こんな可愛いノート持ち歩くしかないやろ35億、てってってこってたの、ほい、すばらぴー、これはテンション上げ上げ、あげぽよちゃんですこれはやばい、あげぽよちゃんです。続いて、お、ハロウィングッズが届いてます、すごい、じゃじゃーん、ハッピーハロウィーンハッピーハロウィーン、トリックはトリタウビャーンみたいなすごい、ハロウィングッズだ、すごいすごい、ハロウィングッズって可愛いからテンション上がりますよね。ビニールマスコットと、これはなんじゃ、おお、すごい、帽子だ、でだん、こんな感じ似合ってますこんな感じの帽子と、わあ、かわいい、袋、かぼちゃの袋、かわいい、ハロウィンってなんでこんな可愛いんだ、うん、ハロウィン可愛い、じゃじゃーん、パンプキンの飾れるやつかな、これすごいおお、ちょうちんもある、こんな感じ、パンプキンのちょうちんもある、すごい、ありがとうございます、ハロウィングッズだー、わいわーい普段でもいけるんじゃない、それはちょっときついな普段でこんなちっちゃいのこんなことしようったらやばいなイエーイ、ハロウィーン、ハッピーハロウィーン、ハロウィーンで使うね、楽しみにしておいてください、わーい、かわいい、ハロウィーンってなんでかわいいんだこんなに次はこちら、トートバッグ、カラバリ12色、イニシャルエコバッグだった。じゃじゃーん、アリサの A が書いてある、ピンクのエコバッグだ、キャワキャワキャワー、かわいいね、これ。なんでも使えそうだ。ピンク、しかもアリサの A、サイアンドコー、ありがとう、イェーイ。にっこりピッポー、大きめにさ、あ、なほこちゃん、ありがとう、届いたよー、ピンあの合ってる感じですね、本当ですか、よっしゃ、え、これ何、これすごい、ちょっと待って、これは最後にしようすると、あ、まだあった、ハロウィン、わ、すごいかわいいね、これじゃじゃーん、ハロウィンのカチューシャがもう一個あった、リボン。なん
か小学生がつけてそうな。ヤマミー、アリサ似合うかな。もう中3だぞ。うん。かわいいけど。イエーイ。似合う？ちょっと不安だけど、これはハロウィンに撮っておくね。ビュービュービュー。よろしくお願いします。かわいい。しかもこの上の髪が重すぎてピョンってなる。ピョン。これ外したらならんのかな。ちゃんと立つ？これ面白い。ビュービュー。似合うか不安すぎやろ。続いてお、これはなんだなんだ、かわいい、ちっちゃい紙袋に入ってます。これはお、ももかちゃん、ももかちゃんありがとう。ももかちゃんからはで、かわいい、だらら、ちょ、 YouTuber 入って見えますか、こんな感じのこんな感じのリボンのイヤリング、リボン型のイヤリング、めっちゃ可愛くない、これやばいね、おしゃん。イエーイ、リボンのイヤリングめっちゃ可愛い、これは使えるこれは使えるべ、ももかちゃんありがとう。イエーイ、プロンプロンプロンフリフリ、かわいい、これめっちゃかわいいな、キャワキャワキャワ、この紙袋もかわいすぎやろ、ここがリボンになってる、かわいすぎやろかわいすぎやろ。おしゃん、続いてはん、これはなんだ、なんか長細い、こちらはなんじゃ、なんじゃ、ぴゃん、え、なに、あー、これなに、え、譜面台譜面台やって、おー、すごい、譜面台来た、わかった、これ広重さんだ、ん、あ、違う、ヒロタンタンだ違う、ヒロタンタンだ、ヒロ譜面台くれるって言ってたわ。あ、なんか落ちた、よっこらひょー、譜面台が届いた、ウクレレ用のやつだな、こりゃウクレレを、弾くときに使おう、ありがとう、すごい、組み立て難しそうやけど頑張るわ、これ組み立てないといけない、すごい、頑張ります、組み立てますね、これ、へえ、あ、意外と簡単そうじゃん、できる、すげえ、譜面台が届いた、ありがとう、これを慎重に入れます、はっはっ、よっこらしょ、え、やばい、なんで入ってたのに入らんくなったんや、まいっか、よいしょ、続いては、いた、お、お手紙だ、これは、これは、あ、なほこちゃん、お手紙ありがとう、お手紙、お手紙、かみかみ、そしたらこれは、おお、すごい、グッズだ、クインテッドさんのグッズ、クインテッドグッズだ、こりゃ、これなんだったっけ、これ何のグッズだったっけな、鏡、これ、うおーうおー、え、すごい、うおー、こっちが巨大鏡でこっちが通常の鏡になってるんや、てれーんこうやって自分を見つめ合ってます、3人いる、こうやったらアリサが3人おる、やばー、かわいい、めっちゃかわいくない、ちっちゃくて、ちっちゃくてめっちゃかわいい、やばー、ででーん、ででで、こんな感じです鏡になってる、めっちゃすごい、かわいい、そしたらね、あ、ゆういちろうさんだ、ほう、
雄一郎さん、欅坂さんの缶バッジ、これ何、これ缶バッジだ、缶バッジも入ってる生写真だ。おおかっこいい。あかりさん、サイピーさん、めっちゃかっこいい。ゆうりまるさん、めっちゃかっこいい。クインテットさんの生写真、イエーイ。やばいね、かっこよすぎやろー。あげぽよあげぽよちゃん、続いてワン、ツー、これなんだろう、これ、そう、これなんなんだろう。いきますよ、ぴょんなんかクラゲみたい、これすごくない、これなんなんやろね。こうやってヒューンってやったらなんか綺麗こういうもんなんかな、ビュンビュンビュン、すごくない、おお綺麗、おお、クラゲみたいな、そう、こんな回ったらすごい綺麗なやつですラブフラゲララララララ、おお、ひょうたんみたい、ひょっこりひょうたんちま、ひょっこりひょうたんちま、ひょっこりひょうたんちま、でん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 、まるいち、もう見て、いくよ、ほうほうわう、見て、クラゲにしか見えん、やば、かわいい、すごい、ありがとうございます。丸一、これはね、さや姉さんのポスターなんですよ。あおでここで広げたらまたやばいことになりそうだから、そう、ここでは広げずにそう、もうあそこの壁の部屋の壁だ、壁の部屋じゃなくて部屋の壁がちょうど空いてるのでね、貼り付けたいと思います。あおやった、嬉しい、さや姉さんのポスターが届いたよ、嬉しい、めた嬉しいそう、1枚前送ってくださったのをここに貼ってて、また2枚入ってるから、これちょんちょんと貼ろう、ふう、めた嬉しい、ありがとう。そしたらね、ラスト、これラストだ、ラスト、クリアファイルを開けるときはクリアファイルを切ってから開けてねって書いてある、これか、ドゥドゥドゥン、これね、どうやって切ったらいいんだろう、ん、あ、切らなくてよかったすごい、これ作ってくれたんだ、姉ちゃん、姉ちゃん、キャマミ作ってくれてる、手作りだ、ババン、ビャバン、映え映え映え、メタ映え、うん、すごい、やばばばば、アリサの漏れてる写真ばっかり使ってくれてる、かわいい、センスの塊すぎてやばい、スキピーまだ15歳か、若かわいい、姉ちゃんありがとう、かわいすぎー、もう一個ある、じゃじゃん、これはなんだ、なんだ、なんだー、だったら、ね、丸い地球、かわいい、じゃじゃん、姉ちゃんもイヤリングをくれました、ババーン、女子って感じ女の子って感じのイヤリング、ビャ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 ン、あーって感じ、大丈夫、ほんまよ、めっちゃ女の子って感じのイヤリングだね、すごい、さっきのリボンのやつもこの姉ちゃんのやつもアリサは持ってない感じ持ってない感じのやつだね、リボンとかあんまつけないからね、リボンイヤリングとか持ってないわ、ハートぐらいだったら持ってるけどすごい、ラブリー、かわいい、つけるね、持ってなかったから、すげえ、うれぴありがとう、これやばいよ、これやばいって、めっちゃかわいい
映え映え映えスポットや。ふぅ、これで最後やな。以上プレゼント紹介でした。これでもう全部、そう全部まだ今の時点で届いてる誕生日プレゼントは紹介しました。ふぅ、ありがとうございます。みんなすごい、それな、みんな分かってらっしゃる。え、これショー、みんなみんなすごいな、すごいな。またプレゼント来るわ、やった、ありがとう、待ってます。待ってるんごよ、よこらし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 よ、オッケー。そしてですね、あ、待ってくださいよ、少々お待ちください。そしてこんなにもお手紙が届きました。大量大量発生、わあやべえ。大量発生です。じゃじゃーん、お手紙をたくさんたくさんもらって、こんな可愛いね、シンデレラのビョン、こんな可愛いシンデレラのお手紙もあります。すごくない？ここ閉じたらぺっちゃんこになってビョーンみたいな、すごい、めっちゃ可愛い。こんな可愛いのもいただきました。ここに飾っとこうかな。ユユン、すごい、ありがとうございます。これはお手紙ボックスへ収納します。多分ね、一回これを下ろして、下ろして、じゃじゃじゃん、よっこらっしょ、パッカッ、うおー、すごいよ、皆様。うん、はぁ、重っ。こんな感じのアリサの、よっこらしよ、アリサのお手紙ボックスがこんなにたまりました。やば、見てください。こんな感じ、ドドーン、やばやば、もう溢れちゃう、もう入らないところまで来ちゃった。すきはーい、いっぱいお手紙ありがとうございます。これ全部全部だよ、そう、ST になってから届いたお手紙全部。じゃじゃーん、やばー、すごすぎー、すごすぎて、ふう、すごすぎて、ふう、わおわおわお、すごすぎて、イエイイエイ、もう僕は、ふう、君以外、ふう、はい、しっかり入れました。お手紙ありがとうございます。すんごい、よっこらっしょ。これはね、本当は椅子なんですよ、こうやって。こうやってこれを閉めて、こう椅子になるんですけど、そう、収納ボックスなので、この中に入れてます。可愛いでしょ、水玉。水玉柄、超キャワ。いや、これしよう、いや、これしよう、と、ふう、いや、これしよう、すごい、ひらひらが、よし、オッケー、ポケマルちゃん、お、しゅんさん、だるまありがとう。どっこいしょ、よいしょ、ズボンに紐つけてる、見えた。嘘、これそう、サロペットなんですよ。こうやって紐は上に上げるやつだけど、下に下ろしてる今。マキさん、パンジャラさん、ギフトありがとうございます。イエーイ。そしてね、そして これはプレゼントなくて、今日買ったやつなんですけど、バババン、見てください。いっからしよう、
ででーん、この T シャツを今日ね真っ白顔がゲットしたんですけど、これは何でしょう。ビャビャーン。前から見たらね、一見シンプルで可愛いんですけどね。これは何の分でしょう。後ろを見たらもう大ヒント。ででん、でん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 、じゃらら。こんな感じです、後ろは。真っ白、イエーイ。てん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 、袖のところに答えが書いてある。いや、これひょう。てららーん、見えますかこれ。あ、そういうことか。だだだん、正解はクロちゃん。あのクロちゃんです。あの芸人のわわわわーのあのクロちゃん。ウケる。そう、わわわわーっていうクロちゃんのなんかね、展示会、なんて言うんでしょうね、なんかクロちゃんのやつがね、パルコにね、今あるんですよ、広島のパルコに。そう、広島のパルコにクロちゃんのね、展示場みたいなやつがあって、展示会みたいな、そう、そんなやつが9月の終わりぐらいまで開催してるんですけど、そこに行ってきました。イエーイ。ちょっと待って、写真あるかな、口に入ったかな。ドゥドゥドゥン、今日の写真よ。ドゥドゥン、あれ入ってない、タブレットに。あ、あ、あ、いけ、お、来た、今日の写真が来たぞ。よし、こちらのそう、クロちゃんのところに行ってきた。あ、すごかった、バババーン。こんな感じ、クロちゃんのね、パネルとかがいっぱい置いてあってから、そう、すごいおもろかった。なんかこんな鏡みたいな感じになっとるところとか、そう、いろいろありまして。そう、それでこちらのさっきね、メールで送ったんですけど、VR? VR もあるんですよ。それがやばくてね。そう、VR のやつがやばくて。え、若者に人気だった。めっちゃ若い子いた。女の子も、男の子も、みんないた。そうそうそう、スタジオでいたの。そう、ピンポン。ピンポン、今日のスタジオのお仕事終わりにみんなで行った。そう、その VR がやばくてね。そう、もう VR、自分の世界じゃないですか、このね。そう、やばすぎて、わーと思って逃げようと思ったんですね、アリサが。こうやって歩いて、やばい、こっちに行こうと思って歩いたらね、壁にボーンぶつかって、わーめっちゃ楽しかったです。みちも、もちろん。みちが行きたかったらしい。アリサも気になってたんですよ。そう、この前パルコ行った時に、やば、これ気になる、誰かと行こうと思ってたんですけど、みんなで行った。めったおもろかった。 VR やってみてください。そう、あとなんかクロちゃんのお部屋みたいなのもあって、そう、クロちゃんのお部屋にね、入ったんですよ。そしたらね、やばかった。服とかがね、脱ぎ散らしてあって、服とかがポンポコポーンって置いてあってね、 AKB さんの雑誌とかがいっぱい置いてあった。アイドル好きなんでしょ、クロちゃん。クロちゃんアイドル好きのオタクらしいから、 AKB さんの本とかがいっぱい置いてあった。CD とかやばかった、すごかった。いいよ、かよー、おまいだ、ゆっくりしょー。で、そう、最後にみんなでこの T シャツを買った。この T シャツをね、グッズ売り場もあって、おそろっちで買ってきました。すごくない？そう、今からの時期のこと考えとるんか分からんけど、長袖でした、 T シャツが。にょ
そう、半袖 T シャツはなくて長袖の黒と白の T シャツがあったので、みんなで黒をソロッチで買ってきた。いやーちょっとお高かったね、お高かったけどみんなでおソロッチにしました。ダシーンスダシーンなんとかダシーンみたいな。半袖は確かにね、レッスンとかで着や。レッスンにクロちゃん着てこう、めっちゃ可愛いやろ。ひなつぐさんいいねありがとう、いいな。リボンキャママン、キャママでしょ。いやでもグッズはちょっと高めだったけど、この T シャツはね、この T シャツはちょっと高めだったんですけど、入場料、そこに入る入場料は500円だから安くない？安い？わからんけど500円でした。安くない？うん、よう分からん。クロちゃんがいっぱいおって VR も体験できて500円でしたね、入場料。そう、水と一緒船の500円ならまだいくない？分からんけど安くないかもしれん。ワンコイン、そうワンコイン、てってて、良き思い出です。もう行かない、あれは1回でいいかなって感じ。もう行かないよ。500円ありよりなりでしょ。船のアイスも500円。あのアイスのチョコ味、チョコ味美味しいって書いてあったね。あーちゃんがツイートしてた。チョコ味食べたい。ベルギーチョコ。めっちゃ面白かった。楽しかった。おすすめ。ファルコの6階 ?6 階だったから忘れた。ファルコの6階だった気がする。6階に、あるクロちゃんの展示会。ぜひ、一回行ってみてください。面白かった。ルル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 ん6回です。これは9月の終わりまでやってた。13日から始まったらしくて、30日、9月のもう最後までやってた気がする。そう、9月いっぱいまでですね。お早めに。お早めにどうぞ。お芋が美味しかった、船のアイス。お芋、アリス、あれしか食べたことない。イチゴしか食べたことない。そう、イチゴしか食べてないよね。生誕祭、自分の生誕祭の時に何も買わなかった。生誕祭の時はジュースがタダなんですよ。そう、いつもは100円いるんですけど、生誕祭の人はジュースがタダだから、そう、タダでジュースもらっただけ。アイス食べてないんだよね。そう、その自分の生誕祭のあとはまだ船乗ってないから、まだ食べてないや。まだ食べてない。アイス、いろんな味がもう登場してるから早く食べなきゃ。早く食べなきゃいけない。そう、ゆみりんの生誕祭とマイハーの生誕祭あるよね。ジャイアントスコーンアイスが好き。あ、コーンアイス。アイスコロン出た、かわいい。いいね、おしゃん。雪見大福のチョコおいしい。あ、わかる、雪見大福のチョコおいしい。冬は肉まん、いいだ、肉まん。マハイスの生態系つらい。キャホン、ヤホンヤホン。おー、イサムさん、ウレシナブル再販したらさらに追加って、おー、ありがとう、ウレピー。あー、姉ちゃん、イヤリング使うよ、もちろん。ありがとう。ウレピー。ついに婚約当たったよ、あげ、おー、翔平さん、雨。いつ、お前8？お前8？イエイ。
当然フレピー闇メイク、あ、なんか見た、メンバーツイッターで見た気がする、すごいね。アリサは止まないからよくわからない。やまにゃい、タタタタンタカタンタカタンタン、マリーナにもよろしい、オッケー、ピコン。そう、明日マリーナいないやってね、悲しい。明日ソラハはおるけどマリーナいないらしい、悲しげ丸しょんぼりしげ。チャップスさん、かわいい、ありがとう。ほう、ピース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 、悲しみ今あるしょんぼりしげ。明日あれだって、マリナはもっと STU 公開収録、岡山県である公開収録らしいので、ぜひ公演外れちまったって方は行ってみてはいかがでしょうか。無料で見れるので。そう、岡山県のイオンモール。こんばんは。スケブとか出てくるやつ、そう、あれさ、全然さ呼ばれない。悲しい、あれ一回しか行ったことない。あれマリナと出たんや、そう、そういえばマリナと出た。研究生公演入ってた。いいな。嘘。これ内緒。嘘ポン。てっちゃん、かわいい、ありがとうございます。研究生公演いいね。それ聞いてなかったことしましょう。嘘。トゥトゥトゥクトゥトゥ、課外活動当たったのですが、ありちゃいません。6日、10月、何の課外活動や、誰誰やろな。まあまあ、どうせ明日わかるしね、大丈夫さ。大丈夫、チャートリ四国スタジオないよね。スタジオまだ発表されてない。ドルルルル。面白いの見っけだ。カレーにする。嘘、あれ発表されてないやつだっけ、当てて。こもちハートありがとう。チャートリスタジオ、チャートリスタジオ参ります。スタジオないよまだ、公演。お、こもちハートいっぱいありがとう。イエイエイ、スタジオはまだない、なんでなんでなんでって。姫路のやつ多分行く、あれ何だったっけ、何だったっけ。というか、あれ何でしたっけ、なんか知らんかった、ありさ。知らずになんかエゴさしたら、えみたいな、あれ何だったっけ。10月の最後らへんだったよね。20だったっけ、何日でしたっけあれ。サイモンさん、ハートありがとう。え、20日、お前はな、握手会じゃんこの日。握手会の後にイベントするんや、初めて、一部だしかも。愛知県、名古屋、愛知県での握手会一部の日だ。あ、全一部な、全一部、え、この日、そうな、みんな一部なんですか、やべえ。そりゃやべえ。てっちゃんハートありがとう。そりゃやべえ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 。一部からの4時から、キャホー、よこらほい、招きの駅そば食べー食べー。なんそれ、
招きの駅そば。てっちゃんハートありがとう。あ、姫路駅にあるんや。へー、てっちゃんだるま、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、こんばんは。うどんだし汁に中華麺、うどんだし汁に中華麺でも普通に美味しそう普通に美味しそうゆっくりしょー、ゆっくりほいたほい、よいしょ。船が来るんかと思った。姫路あ、姫路港やったっけあれ、姫路港カップ麺にもカップラーメンある。えー、美味しそう。麺類で、麺類でも何でも好きですよラーメンもうどんもパスタもそうめんもあ、そばはあんまり好きじゃないかもしれん。そばはあんま好きじゃないけど麺類は好きですジャップスさんハートありがとう。ほうほう、お、なんだ、てっちゃん尊い、ありがとうございます。イエーイ、やほーやほー。豚骨ラーメンいや、豚骨ラーメンじゃなく塩ラーメンの方が好き塩ラーメンの方が好きなんだよね。塩ラーメン、あ、塩焼きそばも好きやっぱ塩ラーメンだよな。そげな、そげなうまかっちゃん博多のやつ博多のやつやろう、うまかっちゃん。塩好き、塩塩塩、やっぱ塩ラーメンが一番おいしいって広島風つけ麺、つけ麺、つけ麺あんま食べたことないかもしれんね、つけ麺つけ麺は食べたことないかもね、あんま。塩ラーメンしか買ったら分かる、塩よね、やっぱやっぱ塩派だよねつけ麺やつけ麺は食べたことないね、あんま。お、ビズさんかわいい、ありがとう。ピース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 フフフフフフフ。プレゼント配信、あ、したよひーちゃんプレゼント紹介したよ。煮干しラーメン、煮干し、どういうこと煮干しラーメン、なんかエビの、エビの何だっけ、だし、だしで取ったやつのラーメン食べたことある、美味しいよ。エビだし、サンマ、サンマだったかな、サンマだしみたいな美味しい。そう、魚介系のだし汁の何、スープのラーメン、ニャーメンそれはなんか食べたことある、おいしいよ。うまや、ピヨン。では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 、キャッチフレーズいきます。アリちゃん推しになるのはアリー、アリー、アリサゴー、シュッコーはい、ありがとうございます。中学3年生のアリちゃんこと見直しアリサです、イエーイシュッコー、ピッ、ピョン、ありがとうございます。いいよ、こっちでさ、こっちで見てみたらいいんかも。あ、10% になった。充電。10% 結構ある。こっちで、こうして、ドゥルン。ドゥルン。よし、こっちで読めばいいんだ。こっち小さすぎるから。
では行きます。こう横にしてほいと。トウイさん、よだれたこさん、アラジャイさん、イカニカン、ピザさん、てっちゃん、コモチン、てっちゃん、チャップスさん、ネイビームさん、ひらつぐさん、まきさん、そういちろうさん、きょうちゃん、クリムゾンスマッシュさん、しんしんまるさん、ひとりごとさん、サイモンさん、ネイビームさん、ゆのえもんさん、くりちゃん、かあさん、ギフトありがとうございます。いや、ほい。そしてランキングいきます。ででん、ランキングいきます。13位、ひとりごとさん12位、しんしんまるさん11位、てっちゃん10位、ばみんみんちゃん9位、金魚ちゃん8位、すーさん7位、ゆうぼうさん6位、あむちゃん5位、ビッグウェーブさん4位、ひでさん3位、パンジャラモンスターさん2位、ネイビームさん1位は1位はドーン、サイモンさんです。イエーイ、おめでとう、ありがとうございます。よし、トゥトゥトゥントゥントゥン、しっかりシュンってやりました。充電が失われないように。よし、オケマル、拍手喝采。はいはい、持ち上げろやよ、いやよ、いやと今。オケマルポン、握手会行きたい、待ってるよ。おやすみ。明日は神戸、明日は神戸でユミリンの生誕祭です。イエーイ、やっほーい。立ち位置を忘れとるかもしれない。だって生誕祭ぶりだから、1、2、3、3週間ぶりぐらい。やべえな。やべえやべえ、3週間ぶりぐらいのあれです。スコゴリバくんです。楽しんでください。頑張ります。ピース。明日の夜はさすがにできないです。さすがに無理ですが、明日は朝だけだね。朝だけよろぴくお願いします。土曜休みだからいつでもどうぞ。あ、土曜ね。明日金曜でしょ。明日は金曜。今日なんか金曜って感じじゃない。今日はアリさんの中で金曜って感じでした。イエーイ、配信お疲れんこんです。あと30秒で終わってしまう。あと30秒で終わってしまう。10月後のゴゴリバー、おー、よかった、ありがとうございます。シュキシュキシュキ、やっぱシュキ、イエーイ、バイチャラポー。明日はいつも通り7時からやりますので、よろぴくお願いします。ではバイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。